ファドゥツは、リヒテンシュタインの首都。同国中部のライン川上流岩にあり、スイスとの国境に近い。北47度8分、東経9度30分。レテコン3階の北西6にある、観光の中心地で、美術館のほか16世紀からの城もある。住民のほとんどが、ドイツ系アレマン人。人口5100人。隣接するシャーンの方が、人口は多い。また、 飛び地も多いので、領域もまとまっていない。ファドゥツ大聖堂を13世紀に町が作られたと言われる。1322年に城が作られたが、1499年にアレマン系のスイス人による略奪が起こった。17世紀に入ると、リヒテンシュタイン家は、帝国議会における議席の条件となる所領を求め、1699年にはセレンベルク断弱領を、 1712年には隣接するファドゥーツ白領を購入した。この二つの隣接した所領は1719年、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝、カール6世によって神聖ローマ帝国に属する両方国家に公認され、リヒテンシュタイン公アントンフローリアンにちなんで命名された。1938年、ヨーゼフ2世がファドゥーツの城に移り、ここが、 広告の首都に定められた。機械式計算機メーカーのクルタ計算機の製造は、この都市で行われた。ファドゥーツ城観光都市であり首都でもあるが、市域内に空港や鉄道の駅はない。したがって、バスが主要な公共交通機関であり、オーストリアのフェルトキルヒやスイスのサルガンスやブックスへの便がある。鉄道について、最も近い駅はファドゥーツから一番近いのは、 スイス領内のゼーフェレン駅である。国内で最も近い駅はシャーンにある。ファドゥーツを本拠地に置くサッカークラブとして FC ファドゥーツがある。1932年創設。リヒテンシュタインには全国リーグが存在しないため、スイス一部リーグのスーパーリーグに越境して参加している。ありがとうございます。